ました、ありがとうございます。あとちょっと汚染水のアルプス汚染水とか、まあ、アルプスの処理水関係なんですけど、これ当初は一応まあ2022年で満杯なので、今年の夏ぐらいにはという、今後の方針が出ないかなというお話だったと思うんですが、現状でまだ見通しが立ってないんですけれども、東京電力としてはいつ頃まで、であれば、なんていうんですかね、決定が伸びても大丈夫というか、逆にいつまでに工事を次のその、まあ、海にもし出すんだとすれば、そうした対応の工事を始める必要があるというふうにお考えですかね、現状では。はい、我々が今政府からの基本的な方針というものを示していただけるものということで、それをお待ちしているという状況です。ですので、いつまでということは特にございません。で、タンクにつきましては、まあ、一定の前提条件を置いてますけど、2022年の夏頃には、満杯になるというシミュレーションをしております。で、タンクにつきましては、敷地も限度があるということで、申し上げておりますけれども、一機も作れないということではございませんので、具体的にどこまでだったら大丈夫かということについても、具体で申し上げられるような状況ではございません。今までも何度かお伺いして回答がいただけなかったんですけど、ちょっと改めてもう一回お伺いしますけど、改めてお伺いしますけど、そのタンクが一機も作れないということではないというのであれば、何機ぐらい作れるのか、でそれによって、例えばその今政府が進めている住民説明会の、期限等も影響するのではないかと思うんですが、その辺は御社の方は明らかにする考えはないでしょうかね。何機ぐらいタンクを作れるのか明確にする考えはないですか。敷地についてはですね、可能な限り有効利用しようということで、今後の廃炉作業に必要な施設というものについて、検討を進めているという状況です。ですので、具体的に何機ということをまだ申し上げられるような状況にはないというふうに思います。具体的に何機を言えないと、そのタンクが2022年夏に満杯になるという話がちょっと違ってくると思うんですけれども、その2022年夏に満杯になるという話だけを具体的にして、その先タンクが何機できるのかわからないというのは、ちょっとその説明に無理があるんではないかと思うんですが、これなぜ言えないんでしょう。敷地計画にしても現状ある程度形出てますよね。なぜ言えないのかちょっとわからないんですが、もう一度ご説明いただけますかね。敷地につきましては、有効可能な限り有効に利用できるようにということで、今後廃炉作業に伴って必要となる施設というものを検討して、計画を立てているという状況です。まだ検討中ということで、具体的にはお話しできないということでございます。これいつ頃検討終わりますか。今後の廃炉の作業、例えばその来年の来年中には2号機からのデブリの取り出しというものを開始します。で、デブリの取り出しについてもですね、必要な施設というものの検討を進めているところですけれども、こちらすぐに固まるかと言いますと、なかなか難しいという状況もあります。ですので、申し訳ございませんが、今の段階でいつに固まるのかというところまでは申し上げることができません。これも以前からちょっと何度も質問が出ていて、お答えがなかなかいただけてないんですけれども、その、まあ、政府の方針を待つというのは当然、まあそれはそうだと思うんですけれども、最終的に結論が出るのを待ってから動くというふうに御社の考え、今までのご説明を聞いていると、そういう
姿勢なのかなというふうに見えるんですが、政府の方針に限らず必要なことはやるべきなのかなという気も一方ではするんですね。でこれがなぜできないのか、それちょっと教えていただけますかね。例えば ALPS 周囲の報告書で示されておりました水蒸気によるトリチウムの放出、それから海洋放出ということにつきましては検討草案という形で、まだイメージに近いかもしれませんけど お提示をさせていただいております。それから風評被害につきましては、これまでも取り組んで、まいったところですけれども、さらに強化をしてまた新しい対策の必要性についても検討を進めているという状況でございます。海洋放出、例えば仮に海洋放出する場合にいろいろ配管の工事必要だと思うんですが、実際にこれは先行して、対応していくとかいう考えはないということなんでしょうかね。配管を、例えば敷設をするとしてですね、でどのような大きさの配管にするかといったようなことは、海洋放出をするとした場合にどういう条件で、海洋放出をするのかということが、決まらないと、決定できないということになります。ですので、方針を示していただいた後に、こちらは検討していくことになろうかと思います。分かりました。そうするとちょっともう一度再度確認なんですけれども、タンクに関しては、先ほどその来年2号機からのデブリの取り出しの話が出ましたけれども、要するに来年再来年の作業が実際に進んでみないといくつタンクが作れるのかは分からないというふう、そういう理解でいいですか。はい、デブリは取り出しというのは、一つの例として申し上げましたけれども、ご指摘の通り、今後廃炉作業で必要になってくる設備というものが、ある程度こう見えてこないとですね、なかなか具体的な数字を示しするというところには至らないということでございます。分かりました。あとちょっと別件なんですけど、今記者会見、定例の記者レクなんですけど、福島会場の方は、毎日2回の記者レクを続けているということでよかったんでしたっけ。福島県政記者クラブにつきましては、朝それから夕方1日2回の、記者レクをさせていただいております。場所は今でも県政記者クラブの中ということですかね。場所はですね、中長期目標会見で使っている会場、こちらを使っているというところになります。現在は。ありがとうございます。木曜の時の会場に東電の方が出向いて説明しているということですかね。はい、県政記者の近くの控え室のところがですね、なかなかちょっと狭隘なところがあって、そういう運用にさせていただいているというところです。ありがとうございます。1ヶ月ぐらい前にですね、8月に、こちらの東京会場の記者会見に関しても対面に戻せないのかというお話、記者の方から質問があったのに対して会見者が一人しかいないので、万全を期すためにできないというお話があったんですが、福島では対面をやっているのであれば、東京会場も今こんな形でやってないでですね、こちらに来ていただいてご説明をしていただくというのはできないものなのでしょうか。非常にこれちょっと今の形がやりにくくてあれなんで、それができないのであれば理由を教えてください。はい、ちょっとずつなんですが、この今テレビ会議システムみたいなものが使えるようになったりというところで、だいぶ改善をさせていただいているという認識でございます。
ご意見として受けたまわります。テレビ会議のシステムは云々というのは、まあ、あのおっしゃることは分かるんですけれども、対面とは全く状況が違いますので、これはぜひお願いします。それから、福島ではできているのに対して東京でなぜできないのか、ちょっと理由を教えてください。はい、木野さん、お分かりの通り福島の状況と東京の状況は全く違うというところでございます。記者の皆様、あと我々もお互いに移さないというところ、そこを大事にさせてください。それは分かるんですけれども、状況が違うといってもですね、人数比にしたらそんなに大きな差あるわけではないですよね。それからそのために間隔を空けてやっていたりするのでできなくはないと思うんですが、何もその本社で確かにね、やるのは難しいと思うんですけれども、こちらに来ていただくのはできないかと思うんですが、いかがでしょうか。もう一つは、ごめんなさい、追加でもう一点、先月の質問の際にですね、会見者が一人しかいないから万全を期すためというご説明があったので、でこれは確かに話がおかしくてですね、万全を期すのであれば会見の方を複数にして、やればいいだけの話で、先月のそのご説明の通りであれば別にこちらに来てやっていただくのも差し支えはないと思うんですが、いかがでしょうか。はい、リソースの件もご意見ありがとうございました。御社のご対応を見てるとですね、震災の前に事故は起こらないと言ってたのと同じで、要するに予備の対応会見者を置かずに万全、一人しかいないからその人を守るというのはちょっと話がおかしいので、その辺はぜひ対応お願いします。それから会見も対面に戻していただくよう要望します。以上要望です。他いかがでしょうか。まだ質問されてない方いらっしゃいますけれども、よろしいですか。はい、じゃあ岡田さん。東洋経済の岡田です。たびたびすいません、先ほど の東京電力エナジーパートナー の千葉カスタマーセンター の新型コロナウイルス の陽性者の件でちょっとすいません、教えていただきたいんですけど、8名今まで陽性が確認されているということで、先週の木曜日 の会見でご説明いただいた中で、その前の月に、送別会をやっていて、そこに参加していた方で、かなり陽性者が出ている、ちょっと今手元にある人数も含めてご説明いただいたんですが、今回のその8名の中にはその送別会に参加した方って何名含まれるんでしょうか。すいません、確認をさせていただきます。はい、この8名というのは、エナジーパートナーさんの社員も含まれてるんですか。前回のご説明では全員委託企業の社員の方だというお話だったんですけど、はい、8名はですね、関係の職員、の方だけになります。社員は含まれておりません。それから先ほどのご質問ですけれども、送別会の参加有無というところですけれども、今の時点ではですね、感染ルートは不明ということでございます。ですので参加、していたかどうかというところを確認いたしますけれども、感染ルートは不明ということでございます。ただ先週の記者会見の時に送別会の件をおっしゃってたということは、不明とは言いながらも感染ルートである可能性があるっていう、そういう、可能性もありということでお考えなのかなと思うんですけど、八木さんのお持ちの陽性者との接触がないということで、はい、感染ルートは今のところよくわからないと
陽性者との接触がないっていうのは どういう意味ですか。陽性者との、まあ、濃厚接触という観点で濃厚接触がないということで感染ルートがわからないということです。送別会の件というのは八木さんがお持ちの資料には書かれてないんでしょうか。あのご質問は本日ご説明させていただいたあの2名のものということだと思います。あのこのお二人が、送別会に出ていたのかどうかといったことについては、今手元に資料はございません。ただ陽性となったものですので、これまで6名が陽性になっておりますけしたけれども、そのものとの濃厚接触はないということで現時点では感染ルートが不明であるということでございます。あ、そういうことなんですね。はい、その8名は、確かフロアが2つあるということですけど、どういう関係にあるんですか。何か分かりますか、そういう職場での勤務の状況。先週あのフロアが2つあるというようなことを申し上げましたけれども、はい、千葉カスタマーセンターとしてのフロアは1つです。であの、はい、同じビルの別のフロアにパワーグリッドが入っております。ただフロア自体はですね隔離されています。共通の設備というところもございませんので、カスタマーセンターは他の人と接触するような場所はないということです。ですのでカスタマーセンターのフロア自体は一つということでございます。わかりました、ありがとうございます。あとすいません、ちょっともう手短にあれしますけど、あのちょっと私もちょっとよくいまいち理解できてないですけど、あの今日あの 1F 検討会で松本さんが組織改編後の状況についてということで、まああのまあ、これアンケート結果などをもとに、まあ、そのいわゆる全組織庁へのアンケート結果などをもとに重大な阻害要因課題生じていないっていう、まあ、あのいうことでしたが、やはりこれ4月、まあ、アンケートを実施した時期の前にもやはりあのこれあの内部被曝の件とかですね、いろいろ起きているわけですけど、その辺の問題っていうのはなぜ今日の資料には何も書かれてないんでしょうか。資料に、どういう意図で掲載したか、今ご質問のなんで書いてないかということについては、すみません、今分かりかねますので、それは確認させていただきます。そうですね、分かりました。ちょっとあのかなり規制庁 の事務所長とあるいは他のメンバーの方と の認識がだいぶ違ってたように思いますので、ちょっとその辺、どう考えているのかもちょっと後日よろしくお願いいたします。以上です。はい、あのだいぶ規制庁さんから委員の方から ご指摘いただいております。あの分析し直すというようなことを申し上げておりますので、またこちらはご報告させていただこうというふうに思います。よろしくお願いします。はい、他まだご質問されてない方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、じゃあ最後押田さん。すいません、たびたび失礼しました。リシウムプレスお一人です。コロナの陽性の方について伺いたいんですけど、送別会出席したかどうかは分からないということで、この8人の方はコールセンター通ったら50人余りだと記憶してないですか。50人のうちの8人ということでいいですかね。確認です。千葉カスタマーセンターの従業員は、当社の社員含めまして、約70名になります。70名のうちの8人ですね。はい、あの約70名のうちの8人ということになります。そのフロアで、一緒に働いておられた方70名のうちの8人、はい、ということですね。わかりました。で、コロナウイルスに関連して
その他の検査に関しては保健所の判断に任せるということを先ほど八木さんおっしゃいましたけれども、あの他の地域の他の地域他の企業などの会見を見ておりますと、あの企業とか自治体とか学校法人の判断によってPCR 検査を濃厚接触者以外の関係者にも受験させると、そういう判断をしている企業や学校自治体などもあります。今のところその70名中8人ということで、かなり割合が高いわけですけれども、でそしてそんなにたくさんの人数がいるわけではないですけれども、他の方々に PCR は受験させないということでしょうか。企業の判断として保健所ではなく、ですね、すいません、あの先ほどどうなってるかわからないと申し上げましたけれども、この千葉カスタマーセンターにつきましては、全従業員に、PCR の検査を実施するというふうに、聞いて、することになっております。ちょっと補足をさせていただきます。職場の状況から申し上げますと、職場であるとか共用スペースというところは消毒をしていて、今はフロアは閉鎖中というところです。で、先ほどの八木が申し上げた従業員についてというところですけれども、今の状況としては自宅待機を指示しているというところと、あと委託先については、その当該事業所千葉カスタマーですかね、の全従業員に PCR 検査を自主的に実施するということは聞いております。事業所の判断として PCR をするということですか、御社の判断ではなく。そうですね、はい。でなお、まあ、70名って言ってましたけれども、現地に、おる EP の社員についてですけれども、こちらについては濃厚接触者に該当しないというところで、1週間非出社での業務を行った後に体調に異常ということがなければないということを確認しつつ、順次職場に戻すという予定でいるというふうに聞いております。つまりその70名のうち事業所の方々は PCR 検査をし、東京電力社員の方々は検査をしないということですね。はい。人数はどれくらいになりますか、70名のうち検査をしない東電社員の方は。社員がちょっと何人か、ちょっとすいません、今情報がないんですが、先ほど申し上げました従業員の方は約60名いるということは聞いております。60名、70名っていう数字だったんですけど、どちらが正でしょうか。すみません、正確には確認をいたしますけれども、カスタマーセンターの従業員先ほど約70名と申し上げました。でこの中にEP の社員が含まれているんですけど、 EP の社員は、このうちの2名になります。EP2 名が検査をせず自宅待機で、残りの約68名、70名弱が検査をするという、事業所が検査をするという理解でよろしいでしょうか。はい、まずそのように、ご認識いただければと思います。正確な人数については確認をさせていただきます。わかりました。すいません、ちょっとしつこくて疑問なんですけど、御社は産業医の方がおられ、なおかつ無症状者にも唾液の PCR 検査キットを入手し検査されているにもかかわらず、このような陽性率の高い大規模なクラスターが発生しているのに、御社の社員に関して検査をされないのはなぜですか。まあ、福島第一との比較をされているのかもしれないですけど、ここで今聞いているのは、先ほど申し上げました濃厚接触等に該当しないからというところで聞いております。すいません、柏木さん、保健所の判断を聞いているのではなく御社の判断を聞いています。唾液 PCR 検査キットで無症状者の検査をしたり、
柏崎刈羽原発などで産業医が動いたりするのは保健所の指示ではないですよね。大規模なクラスターが発生したときに急に保健所の指示を仰ぐというふうになったのでちょっと驚いてるわけです。今私は保健所の指示ということは言ってないですよね。濃厚接触者に該当しないのでということを申し上げました。はい、濃厚接触者に該当していなくても無症状者に唾液の PCR 検査キットで新規入所者に検査されておられますよね。そのような産業医や検査キットをお持ちになりながら、それは水際対策ということで、実施しているものでありまして、先日お伝えした通りです。はい、その大変素晴らしい水際対策を実施されているにもかかわらず、一旦御社の関係先で御社、直轄の千葉カスタマーセンターで大規模なクラスターが出たにもかかわらず検査をしないのは水際じゃないからですか。他の企業ではなく産業医もPCR 検査キットもお持ちでありながら、そんなに人数も多くもないトータルの人数のところでのクラスターが発生して陽性率高いにもかかわらず、たった2人の千葉カスタマーセンターで働いておられる東電社員の方に検査しないのはなぜでしょうか。事務所は、協力企業は検査をし、東京電力は検査をしない。しかし東京電力は産業医も検査キットも持っている。ちょっとそのご説明がよくわからないです。まず産業医と検査キットに関しましては、産業医は柏崎刈羽のお話をしてます。で、産業医、発電所ですと発電所ごとにおります。それから本社にもおります。で、カスタマーセンターまで産業医がいるかというと、おそらくそういうことではないということだと思います。で、検査キットを使ってというのは、これは福島第一の、原子力発電所のお話ということです。で、先ほど柏木申し上げた全従業員の PCR 検査を実施するというのは、これは保健所からの指示ではなく、この事業所としての判断ということでございます。で、当社の社員2名につきましては、これも事業所の判断で濃厚接触者でないということで検査から外しているということでございます。で、先ほど人数申し上げました。東電の社員、エナジーパートの社員はやはり2名ということです。ですので、協力企業の作業員に、ごめんなさい、関係、企業の、従業員は約68名ということになります。わかりました。ありがとうございます。すいません、ちょっと話が変わるんですけど、水際対策をされるのは新規入所者のみで、東京と福島を行ったり来たり、東京と新潟を行ったり来たりされている方には唾液の PCR は今もされていないということでよろしいですね。新規入所だけで移動はしないという。はい、新規入所のもののみが唾液の PCR 検査の対象になっております。もしくは2週間の待機ですかね、経過観察、いずれかということになっています。首都圏と福島を行ったり来たりされている方々はどれくらいの人数と把握しておられますか。私自身御社の社員の方に東京におられると思って電話したら福島におられたりということが何度かありますので、この期間どの程度の人数が多くしているかということは今資料がないのでお答えができません。で、打ち合わせ等であればですね、可能な限り、テレビ会議等でやるということになっておりますので、どの程度なのかということについて確認をさせていただきます。ありがとうございます。新規入所者の
申し込み件数聞いておりますか。新規入所者より移動の方々の方が多くて、そこが検査漏れしているのであれば水際対策の効果がありませんので、まあ、把握されているかどうかも含め教えてください。よろしくお願いします。要望です。はい、会場からの質問以上になります。はい、宮島さんお帰りになりましたね。先ほどの質問答えられなかったので今ちょっと回答をさせていただきます。菅さんについてはですね、震災以後の記録しかちょっと確認はできておりませんが、1F の入所というところの実績はございません。はい、それでは本日の会見終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。